皆さんこんにちは、株式会社ひとつぼの明神です。先週のビデオで、私が自営業を始めたのが 3.11 の震災のその日でしたというお話をさせてもらって、で、まあ、何の仕事をしてたかと言いますと、当時自動販売機の契約を取ってくるっていう営業の仕事をしてました。で、その時は原発の事故のこともありまして、世間は節電のムード一色やったんですけども、でテレビとかでね、当時の石原都知事がパチンコ店の営業を規制して、街中の自販機を、撤去したらどうやみたいなことを言ってましたけど、それでも1週間ぐらいで、1本目の契約は取れました。なのでね、今このコロナの影響ですごく厳しい状況に置かれている方もいらっしゃるかもしれませんけども、逆境に負けずに頑張って、うちもそうですよね、頑張っていきましょう。はい、ということで、物件の話、物件を探す時のね、ちょっとコツというかポイントみたいな話を今日したいんですけども、以前私の弊社のお客さん、私の知り合いでもあるんですけども、事業をされてる方ですね、社長さんで事業拡大のためにちょっと工場を探したいねんっていうご相談を受けました。で、当初は、西淀川区駅前か駅から5分ぐらいの工場がいいね、貸し工場がええねんって言ってたんですけども、最終的にどこを契約されたかと言いますと、東住吉区駅徒歩15分っていう全然違うとこ契約されたんですね。で、こういったことって結構よくあります。まずそもそも100点満点の不動産物件ってないですよね。なんでかと言いますと、日々環境や状況変わりますし、人の気持ちとか心も変わっていきます。で、そんな中でやっぱ大事なことっていうのは、まずですね、物件を1個見に行くことですね。ネットとか資料とか写真とかっていう情報量って本当わずかなものです。まず1個実際に物件を見に行って、で、その中でここはそんな需要じゃないなとか、あ、これもいるなとかっていうことがすごく明確になっていくと思います。まずとりあえずどうかな思いながらも1個見に行っていただいて、で、実際の不動産を見るとね、いろいろこう感覚も、なんて言うんでしょう、情報が入ってくるんで、その中で重要なこととそうでないことをこう精査していくこともできますし、あともう一点は不動産屋さんですよね。物件を提案してくれたりとか案内してくれるっていうことも大事ですけども、こう一緒に考えてくれる不動産屋さんと、パートナーみたいな感じでね、不動産物件を探すのがとても大事です。やっぱりその方の背景とか思いとか、ね、希望とかっていうのが言葉に表に現れてない部分っていうところって多々ありますし、本人が気づいてないこともありますんでね、その辺も一緒に考えてくれる不動産屋さんと、素敵な不動産に巡り合ってほしいなと思います。やっぱり新しい、ね、住居生活をする場であったりとか、新たな商売事業される場っていうのはすごくね、もう極端じゃなく、世界が変わるというかね、人生が変わるような出来事だと思いますんで、なかなか物件探しも億劫で腰が重い人もいてるかもしれませんけども、どうか頑張っていい物件と出会ってください。今日はここまでです。また来週、一応月曜日予定してます。ご視聴ありがとうございました。